どうも。皆さん、こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちはです。どうも。ちょっとね、ショッキングなことが起きてですね。まあもうそのことはちょっと言えないんですけど、なんか僕ね、ちょっとショッキングなことがありました。ちょっと何のことかは言えないんですけどね。だったら言うなって感じなんですけど。今ちょっと落ち込んでます。こんにちは、お疲れ様です。どうも。こんにちは。いや、訴訟とかそういうんじゃないですけど。こんにちは。まあちょっと言える時が来たら言います、そのうち。言える時が来たらそのうち言います。まあちょっと話はさておき。いや、親とかそういうんじゃないですよ。じゃがバターのチキンラーメン味っていうのがあった。チキンラーメンのじゃがバターっていうのがあったんで、なんじゃこれと思って食ってみようかなと思います。これクソうまい。本当ですか？マジ？こうやって卵入れるのかな？あ、でも卵ポケットあるよ、ほら。ここがなんかちょっとへっこんでる、ちょっとこの絵的にわかるかわかんないけど、このカメラ越しにわかるかわかんないけど、卵ポケットって言われるとこが開いてる。卵入れるってこと、これ。わないこれ。本商品1食につき0.34円。チキンラーメンとして、年間3000万円を目標に国連 WFP に寄付され、世界の子供たちに食料と希望が届けられましたって。あら、素敵。皆さんチキンラーメン食べましょう、皆さんで。なんかすごい素敵なことやってる、チキンラーメンが。卵入れたら美味しかった。やっぱ卵入れるんだ、卵ポケット。みんなでチキンラーメン食おうぜ。すげえ素敵なこと書いてあるから。っていうか、本商品1食につき0.34円チキンラーメンとして寄付してるわけじゃん。で、年間3000万円を目標に、してるわけじゃん。っていうと、ことは、チキンラーメンの1年間あたりの、その何個売り上げるかっていう、その目標が、これを計算したらわかるよね。どれくらいってこと？ 0.3 円だでしょ？ 0.34 円だから、3億食ぐらいか。3億食いかないぐらいだよね。年間3億食いかないぐらいのチキンラーメンの売り上げを目標にしてるんだ。あら、素敵だね、これは。素敵なことや。チキンラーメンみんなで食べましょう。え、これさ、卵をさ、入れるのってどうした、どうします？皆さん。後入れじゃなく、先入れですか？卵入れたいっすね。後入れだとさ、なんかこう、なんていうの？白くなんないじゃん、白身が。てかさ、ウォーターサーバーのお湯で作ろうとしてるから、多分ね、沸騰してないから、なおさらなんないんだよね。先入れ、やっぱり。マジでうまいんすか？どうしよう。お湯沸かしてくるか、さすがに。なんか沸騰したお湯じゃないと。お湯沸かしてこよう。
カップ麺食べたことないからわかんない。マジで言ってんの？嘘でしょ？カップラーメン食べたことない人なんて日本人でいるんですかってぐらい。てか逆に俺がいつも惣菜とかカップラーメンを食いすぎてるから、羨ましいよね。逆に食べたことないって。俺いつもこんなのばっかっすよ、家いると。卵ポケットがあるので、ここに投入します。あら。あらあら。今ちょっとお湯沸かしてるので。これ後入れらしいですね。バター香る特製オイルってある。いいね。カップラーメン食べたことない。お惣菜食べたことない。すごくいい家庭じゃないか。手作りってことか。俺なんか手作り料理なんて年に何回食べてるんだっていう。家だとまず手作り料理なんてありえないからね。ああ。マジでなんか人ん家行った時にもらうか、それぐらいしかないよ。惣菜の方が好き。でもね、それ惣菜の方が好きって人は、普段手作り料理を食べまくれてる人なんじゃない？あと、惣菜にもさ、そのレベルあるじゃん。なんか、例えばなんかさ、デパ地下とかさ、すっげえ高そうな、なんかいいとこのやつって、惣菜でも結構美味しいのあると思う。でもさ、近所のさ、なんでもないさ、もう大衆的なスーパーでさ、そういうところで当たりの惣菜ってなかなかだと思う。なんか、多分あるとこあると思うんだけど、うん。まあちょっとね、八百吉とかフジマートっていうのが、ね、僕ん家の近くのスーパーなんですけど、ぶっちゃけそこの惣菜全然欲しくないからね。なんだっけ、花園にあるあそこなんて言うんだっけな。なんていうスーパーだっけ。ベーシアか。ベーシアとかだと結構美味しそうな惣菜が売ってるとこはあるんだけど、そう。ベーシア系は結構、しかもベーシアってそんな高いとこでもないからそこまで。大衆的なね、割りかし大衆的な、割りかしってか普通に大衆的なスーパーで、結構ベーシアとかいい感じがあると思う。でも多分ね、まあ本当だからさ、ザギンとかのデパ地下とかにあるような惣菜とか多分もう相当なクオリティだと思う。まあもちろんめっちゃ高いだろうけどね。うん。いいね。手作りはいいっすね。そう。手作りはいいよ。まあそう、フジマートはね、ちょっと、そもそも安いからね。もう安さに特化してるって感じ。まあ正直値段に対するクオリティ考えたら、まあ妥当なのかもしれないけど。うん、ちょっとお湯沸くかな、そうそう。ちょっと見て。沸騰したお湯を入れます。ほら、沸騰したお湯だから、ちょっと白身が白くなってきた。味濃いの好きなんで、線よりは下目で。
や、チキンラーメンって見た目めっちゃうまそうに見えるよね。チキンラーメンって見た目めちゃめちゃうまそうに見えるけど、実際食ってみると、うんうん、みたいな。でもこれはなんか美味しいらしいので、コメントであったんだけど。おはようございます。これ何分 ?3 分あ、3分だ。うん。なんかチキンラーメンってさ、卵を上にこうさ、乗せたやつ超うまそうに見えるね、見た目。でも実際食うとそんなでもない感じ、何なんだろう。うん。今日熊谷行くの、なんで？俺んち深谷だから来るか。なんでさ、なんで知らない人の家行かなきゃいけないの？何のメリットあんの俺に。いや、なんかたまにさ、リスナーでこういう人いんの。俺んち来ますみたいな。たまにいるんだけど、DM とかでもたまに言われるんだけど、すげえたまにだけどね、めったにないっすけど、何のメリットあんのみたいな。俺、あなたのこと知らないし、みたいな。あなたは配信で俺のこと知ってて、なんか俺とね、会ってみたいとか絡みたいとかあるかもしんないけど、俺、あなたのこと何も知らないし、なんで知らない人の家に行くのみたいな。うん、ある意味ね、慎吾ママ、なんか昔さ、サタスマって番組やってて、なんか人んちのなんか冷蔵庫勝手に開けて、なんか、料理するみたいな番組あったんだけど、ああいうね、あの企画とかだったらまあ、そういう企画をやってる時だったらそういう人たちのありがたいかもしれないけど、別になんか、なんていうの、何もしてない時に、いきなり来るか言われても、えっていう、俺あなたのこと知らないんですけど、いきなり知らない人んち行きたくないでしょ。まあ配信のネタ的にね、行くのが正解なのか知らないけど。うん。はあ、いや、そらそうでしょ、だって。逆に俺が行きたいと思いますよ、そんな。何のメリットあるんですか、しかも。どっちかって言ったら不信感しかないからね。大丈夫、この人みたいな。あ、クマシャンありやす。それはコンビニ限定。コンビニ限定ではないんじゃない？いや、わかんない。これ、家にあったんですよね。どうなんだろう、わかんないっす。検索すれば出てくるでしょ、いくらでもネットで。チキンラーメン、ジャガバターって検索すれば。ネットで普通に出てくるでしょ。あ、風船どうも。花火飛んだ時ってなんで言ってんですか？あなたが花火を投げたら今凍りしますよ。わかりやすくちゃんとなんて言ってるか。いやー、そろそろいいかな。3分。ちょっとまだ早いか。気になってる。お前がって3回言うんですよ。アラブの石油をソフトバンク、アラブの石油を Windows、ビルゲイツ、ソフトバンク、孫正義って、まあ、要するに金持ちの名前を、あなたは金持ちだって言ってるわけ。うん。あなたはね、ソフトバンクの孫正義みたいに、アラブの石油をみたいに、ね、Windows 作ったビルゲイツみたいにお金持ちの精神を持ってるっていう。そう。あのね、人にお金を、これ無料で見れるものに投げ銭をしてくれるわけじゃん。人に何の対価もないのに、こう、お金をあげれる人って、お金持ちの精神なんですよ。お金持ちって、もう途方もないような金額を持ってる人って、募金したりとかさ、なんか寄付したりとかさ、人にお金を、まあ、例えば、前澤さんはちょっと違う気がするけど、前澤さんはなんか自分が目立ちたいために配ってるみたいな気するけどね、本当に配ってんのか知らねえけどさ。前澤さんパターンはちょっと違う気もするけど、
まあでも、ある種寄付とかもね、でも寄付した時になんかいい顔されたいっていうのも多少あるかもしれないけど、基本的にはなんかこう、お金、自分のね、贅沢とか生活とかのお金をもう確保しても、確保した上で、それでも使い切れないような金額を持ってる人って、やっぱ人にお金をあげる精神になってくる人って多分結構多いのよ。うん。だからそうでしょ？だってやっぱ結構さ、ギリギリでカツカツでさ、あ、今月もきついわっていう人で、うん、なんかこう、お金を、ね、無料で見るものに投げ銭なんてなかなかできないじゃん。だから、もう、なんか無料で見るものに投げ銭する、自分の大会に何もないのに投げ銭するっていうのは、そういうお金持ちの選手を持ち合わせてますよ。だから、あなたがね、そういうお金持ちですよっていう意味の、意味合いを持ったコールなんですよ。これ僕が作りましたっていう。はい。あと、見てこれ！すごくうまそうな作りになっちゃったね。やっぱこれ沸騰したお湯入れたの正解やな。これがバター香る特製オイルらしいです。お召し上がりの直後に入れてください。うん、やばい、この感じめっちゃうまそうじゃない。てかちょっと伸びちゃってない。いただきます。いただきたいと思います。あ、ちなみに風呂入ってきたんで今日。いや、卵は後から。うん、あ、うまい。そこ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 うまい。うん。なんていうの？チキンラーメンってちょっと単調な味じゃん。なんかただの醤油味みたいな。このなんかジャガバター味。このオイルのなんかバター風味なのが加わることにより、その単調な味なのが、チキンラーメン独特のその単調なね、まあ、俺の中で欠点なのよ、その単調な味が。まあ、コクがないと言いますか。一味足んないと言いますか。まあ、それが好きって人もいるんかもしれないけど、それがちょっとね、緩和されてると言いますか。うん。なんか、一味こう、プラスされて、普通のチキンラーメンよりいいかもな。まあ、好みもあると思うんですけどね。ただの醤油味みたいなのが好きな人もいるかもしれないけど。あ、リューサーです。トウモロコシです。うん。じゃあ、そろそろ卵いっちゃいますか。あら、美味しそう、卵。うん。あ、うまっ。うまっ。意外とうまいな。チキンラーメンってぶっちゃけそこまで美味しくないと思うんだけど、そこの中で美味しいと思わないんだけど。あ、KP どうも。うん、なんかね、まあ、究極めちゃくちゃうまいなとは正直思わないけど、いつものチキンラーメンより全然美味しい気がする。あ、風船どうも。皆さんでチキンラーメン食べましょう。見てほら、チキンラーメンが今こういう、チキンラーメン一食につき 0.34 円のチキンラーメン募金みたいなのしてるらしいんで、世界の子供たちにね、食料と希望を届けるらしいです、そのお金。チキンラーメンを皆さんが一つ購入したら 0.34 円、世界の恵まれない子供たちに、その売り上げの一部をね、行くらしいので。皆さんでチキンラーメンを食べる運動しましょう。うん。これ結構美味しいっすよ。うん。このチキンラーメンジャガバター味、皆さん頼んでみてください。うん。多分 Amazon とかで買えるんじゃない。あ、KP さん、これも。うん。
まあさすがにこういうチキンラーメンとかこのでっかい会社はね、こんなことでさすがに嘘つかないと思うんで。ちゃんと募金はされると思うんでね。うん。チキンラーメン1個じゃ1円にも募金にならない。いや、でもいいでしょ。うん。0.34 円でも別に良くないか。だって、そんだけ売れる商品だからね。年間3000万ぐらい目標らしいから。どうも。年間3000万ぐらいを目標にしてるらしいからね。1個 0.34 円でもチキンラーメンってそれなりに買う人いるからさ。まあ、それこそ本当に塵積もっすよね。塵も積もれば山となる。いや、こういうね、企業は素晴らしいですよ、本当に。うん。こういうことを考える企業は素晴らしいと思います。まあ、もちろん、こういうことをやることによって、この企業の株が上がるみたいな、そういう戦略もあるのかもしれんけど。でもまあ結局ね、別にいいんじゃないですか、それはそれで。うん。なんだかんだどんなお金のね、集め方でも。まあ、チキンラーメンの会社、これどこの会社でしたっけ？ここが、こんなことで嘘つかないと思うんで。日清か。どういう形でもね、そういう困ってる子供たちにお金を行くっていうのは、僕は素晴らしいと思いますよ。うこれチキンラーメンからの案件なんだ。日清が俺に案件振ると思う。しかもこんなさ、今 YouTube っていうとんでもない拡散力を持ってる奴らがいる中、こんなゴミみたいなふわっちっていうサイトで、俺に日清が案件振ると思います？あー、ウルトラママさんから、やったー、当たり1000ポイントきた。うわしょい、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 やったー、正解、ありがとうございます。理由はわかんないけど元気出して、まあね。まあ、そうですね。だってさ、まあ当たり前のこと言うけど、ふわっちの配信者の、ね、ふわっちで配信してるすべての配信者を束にしても、ヒカキン一人の知名度に勝てないから。ふわっちで配信してる人、束になってかかっても、ヒカキン一人の知名度に絶対勝てない。うん。完食。事件起こせば知名度上がる。あのね、事件起こして有名になるのって、そんなのもう、なんだろう。いや、もうなんかバカらしくて、なんか、返すのももうめんどくさいけど、なんかもう、そんなんでいいのって感じだよね。うん。うん。もう、んなこといらしたらね、キリないっすから。まあ、そんなん、まあね、例えば有名な人たちだと、秋葉原連続殺傷事件の加藤被告とか、
カレー事件のね、なんかまあでもあれ、真犯人だかどうだか分かんないらしいですけど、真犯人じゃない、犯人じゃないかもしれなくて、他に真犯人がいるかもっていうあれがね、ちょっと前に流してたけど、ますみ、なんだっけ、林ますみでしたっけ。うん。まああの人なんか免罪な可能性もあるらしいですけどね。もうそれと一緒ですからね。炎上商法っていうのは、まあ、そこまでの、まあ、人殺すような極刑までいかなくても、まあ、それのもう一歩手前、二歩手前、三歩手前ぐらいのことをやって、結局なんか自分の名を売ってるだけですからね。うん、まあ、さすがに人殺す一歩手前、二歩手前はちょっと言い過ぎかもしれない。もうちょい全然、もっと全然手前かもしれないけど、やってることは一緒だからね。要するに人に批判されるような、人に批判されるようなさ、ことをして人に叩かれて名を売っていくのって結局殺人犯と根本的なとこが一緒なのよ。ただそれがあのレベルが違うだけでね。殺人犯がレベル100だとしたらね、そうやってでも炎上症人殺さなくてもまあその人たちまあその やることによるけど、それがレベルね 5だったり10だったり、結局人に批判されて名を売るっていう根本的なとこが一緒だからレベルが違うだけ。うん。まあ僕はあんまりそういうやり方で名を売りたくないんでね。まあ、かと言いながら、親の金溶かして、親に怒られて、動画が拡散されて、ちょっとだけだけど、生放送って小さな世界で知名度があるだけですけど。うん、いやあ。ああ、昔はタイポンに行ってたのに、これタイポンと、あの、ツイッターで何回かやりとりしたことあるんだけど。うん、どうします？次枠行きます？延長チケット使っちゃうか。あと5万円あるから。一応これ今月中に使わないとなくなっちゃうのよ。期間限定だから。まあ、一応5万あるから使うか。そう。タイポンもね、俺に似てるってすげえ散々言われたみたいよ。で、なんか、過去になんか俺のモノマネ動画上げてたからね。YouTube で。まあ、あの、黒歴史だと思ったんだと思うんだけど、消されてるけど。でもタイポンもオワコンになったよね。皆さんタイポンって知ってます？昔はさ、なんかこう、結構そこそこ有名な YouTuber だったのに、もうあまりにも、なんかもうヒカキンとかはじめ社長がもう、に差がついて、しかも後から出てきたヒカルだの、レペゼンだの、まあ、いろんな人出てきましたけど、そういう人だね、もうごぼう抜きされてさ、うん。タイポン知らない。チャンネルフォロワー数がね、登録者が多分、どんくらいいたかな？ 4、60万ぐらいはいるんじゃない？多分4、60万ぐらいチャンネル登録者数いて、まあ、まあ YouTuber っすね。そう。もう結構昔からいるんですけど、で昔はなんか、かなり有名な方だったの。ただもう他の人たちとの差がちょっとつきすぎたのと、ちょっとオワコン回もあるんだけど、そうそう、下ネタ系 YouTuber、そう。結構下ネタのなんかね、ことばっか言うような YouTuber なんだけど。そう。そうですね、うん。そう、バンドと下ネタみたいな。そう、バンドもやってんだよね。大手 YouTube。いや、なんか YouTube だとさ、なんか、チャンネル登録者数が100万超えたら大手って言われるイメージない？で、一応100万超えてないから、100万の多分半分ぐらいよ。だから多分大手 YouTuber ってちょっと言えるか微妙なラインな気がするんだけど。あ、ウーム入ってたんだ、タイポンって。すごいよね、でも。もう今やさ、100万超えてももう中堅なんじゃないのっていう考えもあるからね。もう上がもうだって1000万届きそうだからね。はじめ社長とヒカキンとかがさ。うん、まあ、キッズラインとかなんか、あと、なんだっけ、もう一つの、だから変なキッズチャンネルは100、1000万超えてるけど、まあ、あれはもう、
除外してさ、あのなんかもう絶対かさ増し組がさ、うん、なんか上がもう1000万の人が出てきてるから、1000万くらいの人がね、まあ、100万つってもそこに10倍差があるわけだから、まああの2人がもう噛みすぎるって言われたらその前なんだけど、なんか100万でもちょっと中堅感はもう出てきてるよね最近、うん、まあでも100万超えたらやっぱ大手なのかなみたいなイメージは、もう生放送とレベル違うよ。生放送なんてもう1万2万3万とかのフォロワーで大手って言われるんだから50万でも大手って言われるか微妙なラインだからね、 YouTube とか、うん、それこそチャンネル登録者数が1万2万3万ってどかそ YouTuber、 底辺 YouTuber って言われるから、 YouTube の世界だ。もう次元が違うんですよ、やっぱり世界が違う、うん、コアなファン狙ってけ、まあ、結局そうなんですよ。なんか人気者になりたかったら、なんかまず絶対コアなことするんすよね。うん。それはあると思う。なんかもう他の人がやってないもう隙間産業で、他の人がやってなくて、でもなんかこう、結構なんか人気どこ、でも人気みたいなとこ攻めるっていうか、なんか人に注目されるようなことを攻めるっていうか。ヒカルが言ってましたけど、あの、まあ僕もヒカルが言う前からそれは思ってたことなんだけど、なんか最初ね、あの、YouTube で、あの、世界で一番登録者数が多い YouTuber って、あの、ゲーム配信者なんですよ。だからゲームってめちゃめちゃ人気なコンテンツなんですよ。ふわっちでは不人気ですけど。世界では、あの、YouTube っていう世界では、あの、すごい人気なの。そして YouTube を制するものが配信から制すと言っても過言ではないから、世界では、あの、あれなんですよね。ゲーム配信でめちゃめちゃ人気なコンテンツなんですよ。そう。でもなんかもうドラクエとかさ、FF とか、そういうのってもう既存のなんか大手 YouTuber にもうやられちゃってるんですよね。そう。だからもうフォロワー数がさ、もう既存のめちゃめちゃ有名なフォロワー数がいる YouTuber と、過疎の YouTuber がやったら、じゃあどっちの、ドラクエ配信とか見たい人はどっちを行くかっていうと、もう既存のね、人が集まってる方のとこを見に行くじゃん。同じことやっても結局そっち固定リスナーいる方に流れちゃうから。で、人が人を呼ぶからさ、ああいうのって。だからもう、それやっても同じことやっても勝てないみたいな。だから、ヒカルは、最初、なんか、結構みんなが知ってて、それなり人気なコンテンツなんだけど、でもゲーム配信者がほとんどやってなかったパワプロの実況を始めたんだよね。パワプロのゲームの実況を始めて、大手の YouTuber がパワプロのなんか実況全然してなかったんだって。でもパワプロってそれなりに人気なコンテンツだし、だからまずパワープロから攻めようと思って、パワープロゲームを最初にやったみたい、ヒカルゲームズ。そう。で、それでパワープロである程度のこう固定リスナー、フォロワー数を増やしていって、そうすると、あの、大体もうフォロワー数、固定のリスナーを獲得しちゃえば、何したって結構来てくれる人たちっているじゃん。アホみたいにつまんないこと連チャンすると、どんどん下がっていくと思うけど、でも、とりあえずこう固定リスナーを作って、そこでやっと、あの、ドラクエとか FF の実況始めるんだよ。そう。もう固定リスナーがゼロの状態だと、もう戦うもんも戦えない。人が人を呼ぶからさ、ある程度のやっぱ戦力をこうね、備えてからじゃないと、大手とは戦えないじゃないですか。うん。あ、KP どうも。みたいなこと言ってたけど、俺もそれね、ほんと丸々ね、同じようなこと俺、過去に何回も言ってんの。それ、俺、やっぱ、あ、ヒカルと俺って考え方似てるなと思って。まあ、てか誰でも考えつくかもしんないけど、ちょっと考えれば。俺これずっと言ってたんですよ。俺ね、これ同じようなこと俺ずっと言ってたの。これマジで俺の配信を見てた人はわかると思うんだけど、ちなみにこのヒカルの発言は、あの、オリラジの中田と、あの、宮迫がやってるウィンウィンウィンっていう、なんかあの、YouTube の、テレビ番組も真似たようなやつがあるんだけど、あれにヒカルが出演した時に言ってた、多分ね、6ヶ月前ぐらいだと思うんだけど、俺その6ヶ月よりも前に似たようなこと言ってんのよ。これ、俺の配信をね、昔から見てる人は結構ちょくちょく俺言ってると思うんだけど、例えばリスナーにね、なんか例えばだけど、なんか徒歩配信しろとか言われるのよ。あ、俺がやることねえなとか言うと、なんか他になんか旅配信とか、あの、徒歩配信をやってるやつがいるから、お前もやればいいじゃんとかって、なんかたまに言われたことがあって、で、俺それ言ったんですよ。いや、そんなね、徒歩配信なんて、あのね、固定リスナー持ってるやつが、あの、やって成り立つもんだからって。だって、そりゃそうでしょ。だって、なんか別に誰もさ、固定リスナーのいない知らないおっさんのさ、あの、
知らないおっさんの、なんか、旅とか徒歩配信なんか見て、何が楽しいんだよって話じゃん。そんなの。うん。もう、ある一定のね、他のなんかこう、人々の興味をそそるようなことをやって、固定リスナー持ってる人がやったら初めて泣いたぞ。うん。もう感動の押し売りじゃん。うん。感動の押し売り。固定リスナーに感動の押し売りが、それで初めて成り立つもんで、興味ないやつのそんな徒歩なんか誰も見たくないからね。うん。それってほら、光の言ってたパワープロと同じことじゃん。同じようなこと。まあちょっと違うけど、まあ似たような戦略じゃないですか。固定リスナー持ってる人がやって初めて成り立つね。うん。だってさ、全く知らない、全く興味ないおっさんのね、徒歩とか旅とか見て何が楽しいのって感じじゃないですか。こんな生放送でグダグダしてさ、ねえ、昔あったさ、電波少年の有吉とかの旅とかは、あれはさ、あ、風船ども。ああいうちゃんとさ、もうそもそもが、なんていうの、その、電波少年自体に、固定リスナーがいたし、で、テレビってもう、ね、誰だってこう、つけてたじゃん、あの時代、誰でも。あ、チョコチップありやす。で、その、テレビってもうね、あ、暇だったらつけようってこう、つけた時に、もう選択肢がもう何チャンネルぐらいしかないのよ。数チャンネルしかないから、パッパッパってこう見た時に、なんかこうね、テレビ番組で、他にもなんかこう、有名な芸能人とか司会やってて、ああなんか旅する人いるんだっていう、なんだかんだ見てくれる機会が多かったから、そう。なんかそのスタートね、まずこれを見ようって思う人のなんかこう、入りの入り口がめちゃめちゃ広かったのよ。で、それでいて、なんかこう、なんだろう、旅って言ってもさ、絶対リアルタイムだとぐだるのよ。うまく編集してカットしてさ、まあ絶対台本もありきだと思うんだけど、そういうのありきで、なんかもう邪魔なとこバーってカットして面白いとこだけピックアップして編集してやってるから、だからあの猿岩石のああいう旅配信とか成り立ったんですよ。あと匿名の方ありやすありやすありやすアイサーだすわかります。そうだからね、別にね、生放送でね、誰だかわかんないやつの旅配信とかってやつ別にあれ絶対費用対効果めちゃくちゃ薄いっすよ、うん。めっちゃ薄いと思うよ。もともと固定リスナー持ってる人が やれば、もう既存のね、固定リスナーにお涙ちょうだいで、感動の押し売りで、多分成り立っちゃうんですけど、そう。いきなりそれやっても、固定リスナー持ってないやつがやっても、誰も興味ないからね、そんなの。知らないおっさんが徒歩配信とか、誰も見たくないから。うん、そう。固定リスナー持ってるやつが、やって初めて成り立つんだ、そういうの。っていう戦略。俺、ヒカルとやっぱ似てますよね、そういう考え方。まあ別に俺とかヒカル以外も、ちょっと考えれば分かることだと思うんだけど。うん、テレビ番組作る人は頭悪い人狙いで番組作る。どういうことですか、秦国の言い解いた吉野彦、うん、だからさ、なんていうの、なんかもうほんと無名なやつがさ、吉野家食ってるだけの配信なんて誰も見たくないじゃん。でもさ、芸能人とかが吉野家食ってる配信って見たいじゃん、うん、まあ何だろう、芸能人はね、まあ、そもそもそんな吉野家とか食うのみたいなイメージあるから、そういうなんか庶民的なの食ってるの見たいっていう、多分そういう考えもだいぶ関わってきてると思うけど。パルルがくら寿司食ってたのよ、この前。で、くら寿司食いたくなったわ。なんか、さつまいもホイップみたいなのがあって、あ、これ美味しそうだなと思って。私これ好きなんですとかって食ってて。YouTube で食ってた。ほんともう、パルルの YouTube クソほどつまらないからね、ほんと。でもまあ、パルルが可愛いからたまに見てるんだけど。いやあ、匿名の方、チョコバナナありやす。ニーコアダス。個人の感想だろ見たいって、魚
坂上忍が食ってるとこ見たいか。坂上忍が吉野家食ってるところ。まあ、俺は見たいかな。まあ、俺は見たいかな。一応、坂上忍だってさ、ねえ、それなりに、なんか有名な芸能人じゃないですか。お昼のね、あの、バイキングとかもやってるし。うん。まあ、知らない人って多分少ないと思うよ、坂上忍、今の時代。うん。まあ、有名な芸能人が、あ、こんな庶民的な吉野家組んだみたいなのが見たいよね、ちょっと。うん。じゃあ、泉ピン子が吉野家食ってるとこ見たい。ちょっと微妙なラインだね。ちょっと微妙なラインだけど。まあ、見たい。うん、どうだろうな。わかんないな。昨日だったかな、よっさんが坂上忍と会ったらしいよ、場所知らんけど。嘘だよ、なんで会ったんだよ、嘘つけよ。うん、なんで坂上忍と会ったの、どういう機会で。あれでしょ、どうせたまたまね、自分が行った飲食店とかに居座しただけでしょ。前なかったっけ、なんか。なんか、うなちゃんマンがさ、確かさ、なんだっけ、もうかなり前だけど、うなちゃんマンがなんだっけな、なんかのお笑い芸人と会ったんだよね。で、なんか、その、なんだっけ。なんだっけ銀シャリだっけ、多分銀シャリっていう芸人さんがいて、で、それで銀シャリとこう一緒にこう写真撮ったんだよ。なんか、写メ撮ったんだよ。で、それを、なんか、うなちゃんマンが、なんか銀シャリが俺のことしてて、俺のファンだって言われて、写真一緒に撮りましたみたいな感じで、なんかこうネットでそれを公開してて、で、そしたら、なんかそれを見たリスナーが、まあ、うなちゃんマンってまあ、イメージ良くないじゃん。最悪じゃん、あの人。で、それを、なんかその、銀シャリの所属事務所に、なんか、こいつは反社だみたいな。だから、こんな奴と絡んだら、お前らタレントのイメージ悪くなるぞみたいな、通報が行きまくって、まあ、なんか、うなちゃんマンとか前科とかあるみたいなんで。で、それで、そしたらなんかその、銀シャリの方が、なんかそれに対して、いや、なんか別にこの人のファンでも知り合いでもなくて、たまたま居酒屋で、なんか、この方に写真を撮ってくださいって言われたから撮っただけですとかつって、うなちゃんマンが大ほら吹いて、それでなんか恥ずかしい思いをしたみたいな時なかった。まあ、本当にガチで知り合いだったのかは知らないよ。もしかしたらそのほら、ね、仮に本当にそのようなことがあったのに、銀シャリの方が保身に走って嘘ついたのかもしれないし、まあでも普通に考えたらうなちゃんマンの不可視だと思うけど、99% 不可視だと思うけど。絶え間なくどうでもいい話をさせたら世界一かもね。え、でもね、どうでもいい話をできる人って俺なかなかだと思うよ。うん。でもね、どうでもいい話にも二つあんのよ。本当にどうでもよくて、もうなんか、誰も見たくないようなどうでもいい話と、なんだかんだどうでもいいんだけど、なんか人が聞きたくなるような、聞いていたくなるようなどうでもない話。多分、どうでもない、ない話の2種類あると思うね、大きく分けると。うん。どうでもいいんだけど、なんか、聞きたいなって思わせたらもう勝ちじゃない。語り部としては。それ思うのよ。そして、なんかどうでもいい話ができる人って、ある意味なんかさ、こう、なんていうの、何かなんか自分に起こったりとか、まあ、つまりなんか話のネタになるようなことが、なんか近況で起こったりとか、過去のにそういうことがあったとかさ、まあ要するに話の引き出しっすよね。話の引き出し的な、ちゃんとしたネタのような、ちゃんとした引き出しみたいなものが、なかったとしても、話せるってことなの、逆を言えば。どうでもいいことって、まあ別にそういう引き出しをなんかあんま引き出してる感ってないじゃないですか。なんとなくどうでもいいことを言えるって、ある意味なんか語り部として、ちょっとなんか、才能的な要素もあるんじゃないのかなと、思うんですけど。ちょっとそれって褒め言葉だと思う。だってどうでもいいとか言いながら見てるんだからさ。うん。まあ別にね、まあ、マジレスしちゃうと僕の多分あんまり喋ってること多分興味ある人ほとんどいないと思うんですけど、
どっちかっていうと、過去の俺の集大を知ってる人が、うわ、こいつゴミみたいなやつだっていうの、俺のことをゴミみたいな目で見て、で、それでなんとなく暇だから見に来てるだけだと思うんですけど、あ、こいつつまんねえな、話つまんねえな、別にこれやってる配信も、こうやってることもつまんねえなとか言いながら、なんとなくなんかゴミみたいなやつの人間観察で見に来てる人も多いと思うんですけど。いやでもそれは思いますよね。ほんとね、大したネタでもないのに、どうでもいいことをそれなりに人に、聞かせられる人って、ある意味それ、なんていうの、才能だと思いますよ、それ。うん。まあ僕みたいな、親の金溶かして、ちょっとなね、ちょっとなんかこう知れ渡った人っていうのは、多分、そういうパターンではないですよ。僕のパターンは違うんですけど。僕のパターンは過去に気違いをやって、なんだこいつみたいな、気違いの人間観察みたいな感じで人来てるだけだから、僕みたいなん違うと思うけど、まあ要するに炎上とかそういう系を一切なしで、本当にただのなんかどうでもいい語りだけで、なんか人をとどめられる人って、多分そういう才能あると思う。うん、なんか炎上系とか炎上で人を集めた人はまた別よ。その人たちのなんかこいついつかやらかすかもっていう人間観察のためなんかね、とどまってる人たちだろうから、しょうもない話してても俺とかは多分別なんだけど。うん、何しましょうかね。うん。あー、匿名の方、チョコバナナさんこ、センキューです。ありがとうございます。あざっす。俺も関さんの過去の動画が YouTube に転載されてから動画して。まあそういう人多いっすよ。今の俺のリスナーって多分そういう人ほとんどだと思うよ。昔は違ったんだけどね。昔は、俺ニコ生で配信してって、多分ニコ生リスナー率めっちゃ高かったのよ。ほんとだから、もうニコ生を、YouTube よりもニコ生の方が好きですよみたいな。まあもう生粋のもうニコ生リスナーみたいな。まあもちろんその人たちも YouTube はたまには見てたろうけど、YouTube とニコ生だったら絶対ニコ生率がもう9割超えてるような、もう、まあ、ニコ生ヘビーユーザーといいますか、多分そういう人たちのリスナーばっかだったの、俺のニコ生時代って。なんでかっていうと、ニコ生でいろんな面白そうなことをやってたから。うん。で、それをなんかこう、天才とか YouTube にされて、YouTube リスナーも多少は流れてきてだろうけど、でもさ、YouTube 見てる人ってわざわざなんか天才元のなんか生配信者のとことかってあんま行かないのよね、結局。流れてこないのよ。もう YouTube に上がってるの見ればいいなってなっちゃうじゃん、そんなの。うん。だからほとんどは、だからニコ生のなんかこう、なんていうんですか。こう、リスナーだけ、多分リスナー、ニコ生普段見てるリスナー9割以上だったと思ったんで、思うんですよ、昔はね。うん。ニコ生から俺を見たみたいな。そういう人が多分9割超えてたぐらいだと思うんだけど、今って、なんかもう、そのニコ生リスナーがもうほとんどいなくなっちゃって、そう。あとはなんかもう、YouTube で俺のこと知ってるっていうのが多分流れてきたリスナーが、多分結構大半だ。半分以上は多分占めてると思うんですよ。今の俺のふわっちのリスナーって多分。まあ俺の分析なんですけど。なんでかっていうと、ふわっちでもう大した面白いことやってないから、ふわっちリスナーとか生放送のリスナー取り入れられてないんですよ。でも、なんか過去の俺のなんかね、そういう変な動画とかが、YouTube に上がってて、あ、この人このサイトでやってるんだっていうんで、まあ、その人たちって大して流れてこないけど、ちょっとは流れてくるわけじゃん。で、そのなんかちょっとのリスナーが、なんかこう、今来てるだけって感じなんです、気がする。で、結局その人たちが来て、結局俺のなんかふわっちのリスナーになったみたいな。そういう人がね、多分大半だと思うんですよね。うん、そう。多分半分以上はそうだと思うよ。うん、
昔はもうニコ生リスナー9割以上だったと思うんだけど、ね、ちょっとトイレ行ってきていいですか。よいしょ。はい、どうも。ということですね。どうも、こんにちは。この黄色い鳥を見て、うちも買いました。俺もそうなんですよ。僕もこの黄色い鳥を買った理由。今さ、俺のリスナーで何人が俺がこの黄色い鳥を買った理由を知ってるかですよ。これ俺買ったんですけど、これなんで俺がこの黄色い鳥を買ったか知ってる人いる？ちなみに、これ9年前ぐらいに買ってます、僕。理由わかんないでしょ。もうそれを知ってるやつって本当俺のニコ生の子さんリスナーか、まあ、その話をね、多分ね、ふわっちでも1回か2回ぐらい多分したと思うから、その時の配信見てる人しか知らないと思うんだけど。あ、いいね、どうも。知らないでしょ。うん。ひよたんって知ってるってことかな。まあ、これ9年前ぐらいに買ったんですって。俺ね、もう多分ね、配信歴、生配信歴って、多分10年目か11年目ぐらいだと思うんですよ。10年か11年ぐらいなんですけど。で、僕、最初 FX 配信から入ってんですよね。FX 配信から始めて、で、それで、その、他の FX 配信者で、なんか女のね、ひよこっていう名前の配信者がいたのよ。ひらがなでひよこって書いて、で、そのよがちっちゃいよなのよ。ひよこが全部ひらがなで、ひとこは、
普通のひとこなんだけど、ちっちゃい、ひよこのよがちっちゃいよなのよ。ひよこみたいな。そう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 。ひよこみたいな。っていう名前の配信者がいたのよ。で、その後にひよこの顔文字みたいなのがある。で、その人が、なんかすごい F カップの子で、当時多分21とか、20とか21とか22の子で、で、顔、なんか、もろに出してなかったから、あんま、可愛いかどうかわかんないんだけど、まあ、スタイルが良くて、そんな感じで、声めっちゃ可愛いのよ。で、FX なんか、取引配信をしてて、俺ずっとそれ見てたの。それを、なんかもうずっと見てて。で、その子が黄色い鳥大好きで、その子の部屋に、いつもこのでっかい黄色い鳥があったの。で、それに影響されて欲しくなって買ったんですよ。で、その子がね、あのね、これね、ほんと多分ね、知ってる人何人いるかって感じだけど、こう、ニコ生で残り5分とかになると延長っていう機能があって、で、そうすると、その残り5分からしかでもね、ニコ生って延長できないの。できなかったのよ。今はもういつでもできるんだけど、当時、配信枠が30分枠で、30分枠の、その、残り5分にならないと延長ができなかったの。だから、それ、でも毎回毎回延長しようと、その子してて、その時に、残り5分前になると、その、棒読みちゃんを使って、なんか多分そういうなんか設定があると思うんだけど、残り5分になるとなんか残り5分をお知らせしますみたいな通知機能みたいなのがあったのよ。で、その通知機能の、利用して、なんかこう自分がこう入れられるんだけど、そのなんか言葉とかを。棒読みちゃんに読んでもらう、その、言葉を入れれるんだけど、その言葉が、ピーヨピーヨニャンニャンピーヨニャンニャン、ヒヨンタン、あとゴニャンニャンっていうような、っていうようなってか、もうこの言葉が流れるように設定したの。ピヨピヨニャンニャン、ピヨニャンニャン、ヒヨタン、あと5だニャンって、そういう風に残り5分になると、その子が棒読みちゃんに読ませるようにこう設定してて、で、そうすると、それをなんか棒読みちゃんが読むと、そのヒヨコっていうその配信者が、はいだニャンって言ったのよ。それでなんか毎回延長してったの。もう俺しかわかんない。多分俺しかわかんないことなんだろうけど、これ。っていう人がいたんです。で、その人が、こう、黄色い鳥好きで、こう、なんかずっと部屋にこれ飾ってたから、俺もアマゾンで同じの見つけて買ったっていう。うん。ただそれだけです。うん。はあ、ちなみにね、チョッパーの帽子とかも、あれ、どこにあるんだろう。俺ね、今では考えられないかもしれないけど、ユカチいたじゃないですか、ネルさんと結婚した。俺、ユカチの影響で、買ったのよ、昔。もうほんと多分8年、9年、8年前ぐらいだったと思うんだけど、当時ニコ生で、なんかこう、チョッパーの帽子が、なんかユカチがたまに被ってて、それすっげえ可愛くて、わ、これ欲しいなと思って、俺ワンピースそこまでめっちゃ好きなわけでもないんだけど、なんか、あ、それと同じの欲しいって言って、それに影響されて俺一回買ったことある。あの帽子どこにあるんだろう？親がしまったろうな。もうどっか行っちゃったろうな。多分ね、どこかしらにしまってはあると思うんですけど。ないっすね。あるとしたらここなんだけど、まあいいや。うん。なんかピンク色のでっかいチョッパーの帽子で、で、なんか帽子の上にこう、チョッパーのトナカイのなんか、角みたいなのもこうついてるやつ。うん。チョッパーの帽子とかで出てくるかな。あ、出てきたかも、いくつか。チョッパー帽子。ああ、でも俺が当時持ってたやつと同じやつな、売ってないかな。あれ、9年前ぐらいにあったやつだからね、多分。まあ、他のやつだったら売ってるけど、当時俺が持ってたやつはないかもな。うん。うん、まあ、どうでもいいけど。まあ、どうでもいいんだけど、その。
まあ、俺が被ってた動画だったら残ってるかもね。YouTube とか検索すれば。うん。うん。そうっすね。うん。あ、これ閉まった。また延長した、されてる。自動延長オンにしてた。延長チケットがどんどん消費されてしまう。今年、今月までとはいえ。いやー、そうなんすよね。なんすよね。うん。あ、風船どうも。そういえばこの映画見に行ってない。これセーラームーンエターナルっていうセーラームーンの新映画公開記念で、これ多分ローソンだったっけな。ローソンが、こう、セーラームーンとコラボした、なんかこのゼリーをこう販売して、そのゼリー、この中にゼリーが入ってたんですよ。まあなんかマイメロとかサンリオとかとよく結構コラボして、こういうパターンのよく売るんだけど、これ5、600円ぐらいで。で、あとはこれコップにできるみたいな。ゼリーはなんか、正直なんかビックリマンチョコのなんか、あの、ウエハースみたいなところで、そう。この、みんなこれが欲しくて買うみたいな。まあ、これのマイメロのやつとか持ってますけど。これ可愛いっすよね。セーラームーン。あら、かわいい。なんか面白い映画ないっすか、皆さん。プリズンブレイクって見たことある人います？俺、あれ今見ようかなと思ってんの。セーラームーン世代ですか？そうだね。うん。俺が小学校の頃だって、あの、ほんと無印のセーラームーンだったからね。セーラームーン終わった後に R だっけ？知ってる？R って。なんかあったよね。セーラームーン、セーラームーン R、セーラームーンスーパーズとかじゃなかったっけ？うん、あれらしいよ。あの、無印のセーラームーンって、まあ、初期セーラームーンって、あの、あれらしいっすよ。なんだっけ。最終回が超残酷らしいよ。知ってる？俺最終回知らなかったんだけど。知ってる？あれなんかすっげーなんかね、テレビ局にね、当時苦情の電話来たらしいよ。子供たちが泣いてしまったとかって。知ってます？一番最初のセーラームーンの最終回があまりにも残酷すぎて、子供たちがね、泣く子供たちがたくさん出てきて、で、それでなんかテレビ局にいっぱい苦情入ったらしい。あのね、まあ、大体どういう最終回かっていうと言っちゃうと、あの、セーラー戦士がいるじゃないですか。あれ、4人だっけ ?5 人だっけいるじゃん。で、あれの、主人公の月のうさぎのセーラームーン以外みんな死んじゃうんですよ。なんか、最後のラスボスみたいなのと戦うときに、あの、うさぎ以外がもう全員死んじゃうのね。で、死んじゃって、で、最後、そのうさぎが、そのラスボスに挑もうとするんですけど、
で、それも、なんかこう、多分タキシード仮面とかも死んじゃうんじゃなかったっけ、ウサギを助けて。でも、ほんと、ウサギ以外のもうメンバーっていうか、もう全身で仲間がね。で、最後、セーラームーンも、その最後のラスボスを、なんか倒すために、もう自分の力を使い果たすの、自分の命とかまで、こう、なんかこう、力に変えるみたいな、なんかちょっと、あの、悠々白書のなんか、最後、ユウスケがスザク、死生獣のスザクを倒したような、多分、理論だと思うんだけど、自分の命まで燃やして、なんか自分の力を使い果たして、そのラスボスを倒して、最終的に、あの、そいつを倒して、セーラームーンも力使い果たして死んじゃうのよ。でも、セーラー戦士もみんなが死んじゃうのよ。で、それで終わって、なんかすっごい苦情が入ったらしい。うん。で、セーラームーン R で、なんかそれが夢落ちだったんだかなんだか忘れたけど、なんかまたね、あの、新しいセーラームーンが始まったんですけど、そう、セーラームーンの、その、最後、最終回って、一番最初のね、無印のセーラームーンの最終回って、そういう、なんかそのシーンとかもすごい残酷に描かれてるらしくて、そう。すっげーね、テレビ局に苦情入ったらしいよ。子供たちが泣いちゃったとか、こんな終わり方ないだろ、みたいな。このセーラームーンのね、見てる、ね、小学生の女の子とかが見てるもんだからさ、対象年齢考えろよ、みたいな。ね、セーラームーンの視聴者の対象年齢考えて、こんな子供にね、こう、みんなが亡くなるなんて、こんなの見させるな、みたいな、すっごい苦情が入ったんだって。うん。そう。だってセーラームーンなんてもう小学生の女の子が多分対象だろうから、メインターゲットだろうからさ。視聴層としてさ。うん。視聴者層として。関係ないけど、ベルセルクの最終回が残酷なの人。あ、そうなんだ。ベルセルクの作者も亡くなっちゃったんですよね。うん、はぁ。なんか俺、面白い映画見たいんですけど、あの、プリズンブレイクって皆さん、俺ね、プリズンブレイクを見ろうかなと思ってんの、今。まあ、一回も見たことないんですけど、面白いですか？見たことある人。なんかね、あの、脱獄の話らしいのよ。脱獄の映画らしいんだけど、なんか正直脱獄の映画とか物語ってぶっちゃけ面白くない？なんかこう、頭使って脱出するみたいな、なんか心理戦じゃない、なんていうの。なんかそこまでよく思いつくなみたいな、なんかそういうのってぶっちゃけちょっと面白いじゃん。あと、こう、隠れながらこう脱出するスリルみたいなのがあるから、正直そういう映画って面白い。なんかそういう似たような映画何回か見たことあるけど面白いんですよ。プリズンブレイク長い。いやだからそういうなんか脱獄のやつらしいから、ちょっと見ようかなと思ってんだけど、見たことないですけど。そんな長いんすか？あんま長いとやだな。そんな長いんですか？え、てか、映画でもうあれなの？面白いんだ。もうなんか、一つじゃないんだ。もうシーズンみたいなのがあって、もう繋がってるってこと？どういうこと？あれって何？映画なの？あれ、なんかドラマってこと？ドラマ？映画じゃないの？あれ。うん。シーズン。ああ。じゃ映画だけどすげえ何作品もあるってこと？で、それで、その、どんどんこう繋がっていくっていうか、続編繋がっていくみたいな。一つ一つの作品で。あ、ドラマか。あ、ドラマだ。なるほど。なんか今、ちょっとスターウォーズみたいな感じなのかな。スターウォーズエピソード1、2、3みたいな。まあ、スターウォーズはね、いきなりエピソード4、5、6、1、2、3、7っていう順で公開されたよ。あれてか、スターウォーズってさ、最後どうやって終わったんだっけ？あれ？スターウォーズの一番最後のエピソードっていくつ？ 8?9?9 だっけ？あれ？もう完結したんでしたっけあれ。まあ、正確には、あの、6で完結してるんだけど、その続編が7で出たじゃない。スターウォーズ4、5、6、1、2、3って出て、でも、6でね、6のとこで完結はしてるんだけど、その後なんか、7がなんか出て、多分8出たんだよ、次。で、次、9出たんだっけ？レイが最後の、あれ。カイロレンが死んだ。
カイロレン、いや、わかるよ。あれでしょ、なんか。カイロレンって死ぬんだっけ？てか、それこそなんかあれじゃない？アナキン・スカイウォーカーの死に方と似てるんじゃない？それ。アナキン・スカイウォーカーみたいな感じでしょ？アナキン・スカイウォーカーが、ルーク・スカイウォーカーを最後こう、助けて、なんかこう死ぬみたいな。サマーウォーズ知ってる？名前だけ知ってる気がする。カイロレンもレイを助けて死んだ。なるほどね。まあちょっと似たような終わり方なんか。あれそうだっけ？俺なんか全部見た気がするんだけど、そうだったっけ？よく覚えてないな。あれだよね、カイロレン役の人ってなんかあれなんでしょ？なんかすごい、なんで、格闘家かなんかなんじゃなかった？プロレスラーかなんかなんでしょ？あれ？俺多分全部見た気がするんだけど、なんかあんま覚えてないんだけどな。あれ、スターウォーズってさ、あれ面白いっすか？なんか一応見ていくと気に、なんか気になったりするんだけど、なんかスターウォーズってさ、なんか途中の物語とかさ、あんまりうまくよく理解できないとこも結構あるし、なんかあんま面白くないんだよね。なんかエピソードっていうか、ストーリー自体。あ、そう、元軍人か。ラファエルみたいなもんか。わかります？なんかスターウォーズってさ、なんかライトセーバーの戦いを見るための、前振りだと思うんだけど。そう。専門用語も多くて、なんかさ、わかんないじゃない。その専門用語どういうことなのみたいな。俺一番最初さ、あれなんですよ。スター・ウォーズエピソード1を見たのよ。4、5、6を見なくて、俺いきなりエピソード1を一番最初に見て、意味がわかんなかったかんね。なんかいきなりホースとか言われて、なんだよホースってみたいな。なんかいきなりなんかさ、こう、まあ、今はもうわかるけど、ホースっていうこうなんか見えないような力でこうなんかこう動かすみたいなさ、こうなんかいろいろこうなんか物を動かしたりとかいろいろ攻撃したりとかできるやつある。それホースっていう力なんだけど、まあ、要するにドラゴンボールでいう木みたいなもんですよ。いきなりなんかホースとか言われて、その何ホースってみたいな。ホースの力だとかすなんかこう、バーンとかってこうなんかさ、なんかこう、いろいろなんか岩とか動かして攻撃して、なんで意味がわかんないみたいなさ。なんかそれな、そんな力使えるのになんでライトセーバーで戦ってんのみたいな。どういうことみたいな。でもなんかライトセーバーで攻撃するのが一番攻撃力強いように見えるんだけど、でもなんかこう、岩とかをさ、なんかもっと投げつけまくった方がその、ライトセーバー同士で戦ったらさ、もうな、どっちかがもう刺すか刺されるかじゃないですか。切るか切られるかみたいなさ、もう、物理的になんかもうこう、かなりもう、両方ともさ、もう切るか切られるかみたいなのに、それよりもなんか岩とかぶつ、なんかこう投げまくった方が、とりあえずなんか遠距離でなんか岩とか投げまくった方が、自分こうなんかさ、ライトセーバーとかで切られない、なんだ、攻撃範囲に入んない分、そっちの方が有効に戦いんじゃないのとか思いながら、でもなんかライトセーバーが強いみたいな感じに描かれてるなみたいな。で、ホースって、何それみたいな、なんか意味がわかんなかったんですよ。わかる言ってること。俺のこの気持ち伝わってます。何ホースってみたいな。あれ分かりました？まあ、てか俺がエピソード1から見ちゃったからかね。しかもなんかさ、ジェダイの戦士ってさ、死んでもなんかホースとしてなんかこう、出てこれるんでしょ？よく分かんないけど。ヨーダとかさ、あと、あれだよ、クワイガンジンとか出てこなかった。クワイガンジンじゃない。あれだよ、違う、クワイガンジンじゃない。あれ、アナキン・スカイウォーカーの師匠ってなんだっけ？アナキン・スカイウォーカーの師匠はなんだっけ？アナキン・スカイウォーカーの師匠が、オビワン・ケノービだ。で、オビワン・ケノービの、師匠がクワイガンジンなんだよね。そう、アナキンに殺されるじゃん、アナキンに殺されるじゃないですか、オビワン・ケノービが。で、
ヨーダは寿命で死んで、オビワン・ケノービーも、オビワン・ケノービーは、あれ、アナキンに殺されるんだよね。違ったっけ？あれ？あれ、オビワン・ケノービーって、どうなるんだっけ？生き残るんだっけ？あれ？オビワンは自ら消える。あ、そうだ！そうだ！ん？いや、アナキンに殺されるんじゃなかった？あれ。そう、ダース・ベイダーに殺される。だからそのダース・ベイダーがアナキンじゃん。アナキン・スカイウォーカーじゃん。で、それでなんかこう何かを悟ったかのように、なんかこう、殺されるじゃん、確か。違ったっけ？あれ？あれ？アナキンに殺されるんだよね。違ったっけ？殺されてない？違ったっけ？違うよ。アナキンに殺されるんだよ。だから、ダース・ベイダーがアナキン・スカイ・ウォーカーじゃん。だダース・ベイダーに殺されるじゃん。だつまりは、アナキン・スカイ・ウォーカーに殺されるんだよ。オビワン系のオビ。そうでしょ。なんか、アナキンの、なんかこう、これ足場が悪いなんかヨーガみたいなとこ戦って、足とかこうなんか切って、で、それで、あーとかって苦しんでるところ、ほら、なんか変な、なんだっけ、あれ、なんて言ったっけ、ダークモールじゃなくて、なんか、あれに拾われて、なんかこう再生されて、で、あれとして生まれ変わるじゃん、ダース・ベイダーとして。で、それでなんか、オビワン・ケノービーがなんか再戦みたいなした時に、なんかもう殺されるって分かってて戦いに行って殺されて、みたいな。そうだよね、そうだよね、そうだよね。そうだよ、アナキン・スカイ・ウォーカーに殺されるんだよ。オビワン・ケノービーは、そうだよ。違ったっけ？いや、そうでしょ、うん。そうだよ、合ってるでしょ。違ったっけ？絶対そうでしょ。ダース・ベイダーに殺されるんじゃなかったっけ？だそのダース・ベイダーがだってアナキン・スカイ・ウォーカーじゃないですか。うん。ダーク・シリアスではないよね、確か。違うでしょ。あとさ、すげえ納得できなかったシーンあんの。エピソードいくつだっけな、ちょっとエピソード2ぐらいだと思うんだけど、ダークシリアスだっけ、あれが、なんかこう、追い詰められるじゃん、なんかアナキン・スカイ・ウォーカーに。なんかもう。じゃあ、アナキン・スカイ・ウォーカーとオビワン・ケノービが、こう、追い詰めるじゃん、ダークシリアスだかなんかを。多分ダークシリアスを。で、それで、なんかもう、ここってところで、なんかこう、違うな。違うぞ。アナキン・スカイ・ウォーカーと、なんかハゲたおっさんいるじゃん。なんか黒人のなんか、おっさんみたいな、ジェダイの戦士が、こう、多分追い詰めて、で、それで、なんか、これから殺してやるみたいな時に、なんかこう、アナキンの家族とかがなんかこのままじゃ助かんないぞみたいな感じで、俺を殺さなかったら助けられるぞみたいな感じで、で、それでなんかそういう誘惑になんか暗黒面に負けて、なんかその、外人のなんかジェダイが、なんかこう殺そうとすると、それを、なんか、うわーみたいな感じでこう、アナキン・スカイウォーカーがなんかこう、そいつのなんか腕を切るじゃん、こうなんかライトセーブ。うわーみたいな、うわーみたいな感じになって、で、そのままなんかこう、高いところが落ちていくじゃん、こうやってなんかこう、落ちていくじゃん。で、殺しちゃうじゃん、それ。わかる？うん。でもさ、ハゲたさ、黒人のジェダイってあれめちゃめちゃ強いんだよね、確か。確か、あの人って多分ジェダイの中でも相当なんか強い戦士らしくて。なんか、一応強い戦士、まあ、不意をつかれたにしてもさ、普通にアナキン自体もめちゃめちゃホースとしてもめちゃめちゃ強いんだけど、でもそんなに強いのがなんか、いくら不意をつかれたとはいえ、まあ、アナキンも強いんだけど、バーンとかつって切られて、あの死に方って納得できなかったんだけど、ね、わかる？うん。あ、そうそう、メイス・ウィンドウでしたっけ？あいつってめちゃめちゃ強いらしいのよ。なのに、まあもちろん、不意をつかれたし、アナキンが強いってのもあるんだけど、あんな簡単な終わり方俺なんか納得できなかったんだけど、わかる？あれ。うん。わかります？俺あれめちゃめちゃ納得できなかったんだけど。
なんかあの人がそもそも強い描写があまり描かれてないから、あの人が強い感じって確かにないし、正直、なんか強いって言ってるだけで脇役感が半端なかったけど、でもなんか、結局その強いっていう設定なのにさ、あ、そんな割り方しちゃうんだみたいな。だったらもっと、そんなさ、そんだけ強いんだったらもうちょいなんか強い、なんかシーンとかあっても、そういうのあってもよかったんじゃないのかなみたいな。結局なんか強いって言ってたけど、ただ脇役感が半端なかったみたいな。あれがちょっとね、ちょっと納得できない。なんかそのパワーバランスと演出が。わかります？不意を使えた瞬間、悟空はビーム銃でやれた。そんな感じ。そう！ドラゴンボールスーパーの、そう、それと一緒。あんな強い悟空がさ、あんなただの言うても光線銃みたいなので、あんなので、なんか、ゴールデンフリーザーとさ、ね、普通に戦えてる悟空があんな雑魚敵のなんか、ビーム銃、ライフル銃みたいなんで、なんか疲れて、うわーみたいな、もう瀕死の状態になってさ、あれ納得できなかったよね、あれね。復活の F でね。あれも納得できないよね。ありえないでしょ、あんなの。あれが一番納得できなかった。で、まあ、もちろんドラゴンボールでもいろいろあるんだけどね。例えばさ、めちゃめちゃ強い悟空とかがさ、父とかに、バーンとか叩かれて、痛えとか言ってんのとかさ、あとさ、セル編とかでさ、なんかこう、クリリンがさ、なんか悟空がなんかこう、スーパーサイジの状態で、なんかこう、まあ、アニメ版なんだけど、アニメ版オリジナルのシーンだと思うんだけど、こうなんかさ、悟空がね、これ、なんかこう、セルゲームで戦わなきゃいけないのに、なんか、すげえなんか伸び伸びと暮らして、こいつ大丈夫なのか、本当に大丈夫なのかみたいな感じで、本当はこんななんかリラックスしてる感じで修行したりなんかしてるんだろうみたいな感じで。だからそんな修行中の悟空からしたら、俺が今石を投げても簡単に避けれるんだろうとかして、試して投げてみようとかして、なんか石をこうパンってなんか悟空の頭に投げたら、バーンって当たって、行ってーとかって、みたいな。そんなだってさ、そんなめちゃめちゃあんな強い防御力もめちゃめちゃえげつないじゃないですか。あんな悟空がさ、クリリンがちょっと投げた石頭に当たった時に言ってって、あれも納得できないよね。どういうことみたいな。まあ、もう演出なのはわかるんだけど、そういう演出、そういうシーンなのはわかるんだけど、ちょっと納得できない、あれは。あれはね、納得できないですよね、ああいうシーンは。そういうのもうちょっと徹底してほしいんだよね。ちゃんとパワーバランスを徹底してほしいのよ。でも、あえてそういう風に納得できないっていうところを描くことによって、ファンがそういう風に語り継がれて、なんかなんだかんだか盛り上げてくれるみたいな。逆に盛り上がっちゃうみたいな。そういうなんか戦略なのかは知らないけど。ね、なんか納得できないシーンの話でした。クワイガンの死に方も納得できない。クワイガン人。まあ、あれは納得できないっていうか、純粋に悲しいよね。あれ、すげえ悲しいシーンっすよね。エピソード1でしょ、あれ。ダースモールと戦っててさ、なんかこう、ブーン、ブーンみたいな、なんかこう、なんかこう、あれですよ、こう、なんか自動シャッターみたいなとこがあってさ、透明なさ、ちょっと半透明な、なんか、シャッターみたいなんで、一緒にこうなんかクワイガン人と、オビアン・ケノビが戦ってたのに、なんかシャッターみたいなんで、なんかこう、クワイガン、シャッターみたいなんで、オビアン・ケノビが、あーっつんでなんかこう行けなくなっちゃって、一人、もう、オビアン、クワイガン人とダースモールが一緒にもう二人だけ戦ってんのよ。で、やべえやべえみたいな感じで、早く開け、開けみたいな感じで待ってたら、そのなんか待ってる瞬間に扉の前で、その師匠が殺されてる。バーン、ブーンみたいな、ブーンみたいな感じで、こう、胸だか腹だかこう刺されてさ。で、それでさ、なんかこう、オビアン・ケノービーがさ、ノーみたいな、マスターみたいな感じになって。あれはね、悲しいシーンですよね。でも最後、なんか、オビアン・ケノービーがそれでね、1対1で戦ってさ、で、なんかもうこう、なんか、ライトセーバーがこう、下に落っこっちゃってさ、で、こう、ああ、なんか、自分もこうして下に落っこちるってところでさ、なんかこう、なんか、うまくこう、バーってなんか上に上がって、そして、その死んで、目の前で亡くなった、その師匠のライトセーバーをホースでこう引き寄せて、その、なんか師匠の仇みたいなさ、師匠のライトセーバーで、なんか殺す、なんか、やっつけるみたいななんかシーンは、ちょっとは良かったけど、でもなんか、あれは悲しいですよね。わかります。
なんでスターウォーズの話になってた。いやー、映画っていいもんですね。どうしよう、一回この枠で終わるか。疲れてきた。結局ヨーダが最強なんです。そう、ヨーダってめちゃめちゃ強いらしいですよね。ジェダイの中で最強なんでしょ、ヨーダって。なんかさ、ヨーダって全盛期ってもっと強いのかな。なんかさ、その、老いてるじゃん、ヨーダって。若い時ってもっと強かったっていう、そういう設定とかあるんですかね。どうなんだろう。まあ、ちょっとわかんないですけど。だって老いたヨーダでも相当な、ジェダイの中でトップらしいですからね。てな感じでね。まあ、映画の話でした。なんか面白い映画あれば見たいっすけどね。なんかないっすかね。あ、匿名の方、ようようあります。ありがとうございます。ワイスピ。ワイドスピードってなんか途中で映画変わってない、あれ。なんか最初ただの走り屋映画みたいな感じだったのが、なんか多分結構新しい方のやつ、最新作のって、なんかあんまり車関係ないただのバトル漫画みたいになってない。あの主人公が亡くなっちゃって、なんかあの、相性なんか結構なんか人気だったドミニクとか、あっちを多分主人公っていうか、あっちをなんかあっちにこうシフトして多分作品作った感じなんだろうけど。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。まあまた適当に配信します。まあ多分今日もまたやるとは思うんですけど。はい。お疲れ様でした。映画の話でした。そう、ドラゴンボールもそうだよね。ただのバトル漫画になったよね、途中から。最初なんかドラゴンボール探すみたいな、アドベンチャーみたいな。遊戯王とかも最初は1話完結型の笑うセールスマンみたいな感じだったのに、なんかあのカードゲームが人気になっちゃって、ただのカードゲーム漫画になったからね。ということで、お疲れ様でした。